昭和12年の鳴尾村鳴尾村は、かつて、兵庫県向郡ナ尾に存在した村の一つで、現在の西宮市鳴尾町1から5丁目、上ナル町、甲子園1番町、甲子園2番町、甲子園3番町、甲子園4番町、甲子園5番町、甲子園6番町、甲子園7番町、甲子園8番町、甲子園9番町、甲子園町、 南甲子園1から3丁目、浜甲子園1から4丁目、枝川町、古川町、戸崎町、花園町、学分戸の町1から2丁目、里中町1から3丁目、池平木町、向川町、笠谷町、東成尾1から2丁目、上田西町、上田中町、上田東町、高須町1から2丁目、尼崎市平在門町にあたる。 1951年4月1日に西宮市に編入されて消滅した。東西3230メートル、南北4420メートル、海岸線3850メートル。東は向こう側東岸の平在門神殿を隠して、大正村、北は枝川越しに河原木村、西は枝川と猿川越しに今津村に隣接し、南は 大阪湾にして、東方遥かに大阪筑港に対する。鳴尾を、小松、小曽根、上田神殿の四字を有した。向こう側上流から流れてきた土砂が、河口に堆積した三角州の地であり、極淡々とした平野で、丘陵、山地は、全くなく、村内に、海抜2メートルと半を超える高所はない。向こう側、枝川の包みだけが平地より、わずかに隆起して、 松が反もしていた。鳴尾は、古くから、瀬戸内に沿う継承の地として知られ、鳴尾の一つの松、鳴尾の裏、鳴尾の沖などが、古歌や洋曲で歌枕として、多く読まれている。鳴尾は古くは、聖をとも記されており、緩やかな傾斜地を意味する、鳴ると先端を意味する、尾が合わさってできた地名と推測されている。向川が長い年月に堆積したサルキ瀬戸内海の、 潮流や風が形成したさすが緩やかな傾斜で海辺に達する橋の方という意味である。ナルオ一体が歴史に登場するのは7世紀半ばと見られているが、ナルオの地名が最も古く確認できるのは平安時代である。聖徳元年、源年寄が九州太宰府から帰る途中に読んだ歌、羨ましなる。鬼立てる松ならば波掛け沼も荒ましものを以下二種の中である。 この頃には、ナルオにも集落ができていたが、それは、数軒の戸前からなる乾村であった。継承の地であったナルオであるが、向こう側が天井側であるため推理には向かず、干ばつの際には村民が大いに困ることとなった。とりわけ、天正3年には3年続きの干ばつで、隣の河原林村から無断で取水したため周囲の村落を巻き込んで紛争となり、最終的に、 鳴る村川25名の命と引き換えに、推理権が保障されることとなった。この騒動は遠く、幸福寺の記録に残るほか、現在も甲子園三番町にある、北郷公園に、鳴る義民碑が残っている。また、向こう川はたびたび氾濫を起こして、鳴るに被害を及ぼしてきた。例えば、工事3年には高潮により、堤防が決壊し、流れた水が、 枝川という川筋を作った。また、原文5年の洪水ではその枝川からさらに川が分岐して、この年の十二市にちなんで猿川と呼ばれるようになった。この枝川、猿川と向こう川本流に挟まれた区域が、後の鳴尾村となる。町村制の思考とともに、鳴尾村、小松村、小曽根村、上田日田村が合併して、鳴尾村となった。 このナルオ村を大きく変えていくこととなったのが、阪神電気鉄道である。阪神本線の建設当時、地域によっては、エレキで酒が腐るなどの反対運動があったとされるが、ナルオ村では、積極的に誘致を進め、土地を無償で提供する代わりに、現在の位置にナルオ駅を誘致し、路線はここで南へとカーブすることとなった。1905年に阪神が開通すると、 鳴尾村の利便性は大きく向上することとなった。それは交通面にとどまらず、翌年には阪神が伝統事業を開始、1910年には鳴尾駅を含む阪神間の駅にポストを設置し、阪神電車を使って収集する電車郵便制度が開始し、サービス面でも新しいものが流入してきた。また、 1907年から翌年にかけて二つの競馬場が開業し、1910年には統合されて、ナルオ競馬場となった。競馬客を相手とした商売も成立していったが、元々の産業であった木綿栽培は海外産に押されて衰退し、代わってイチゴを栽培する農家が増えてきた。1916年にはナルオ競馬場内に、阪神の手によって、 ナルオ球場が作られ、全国中等学校優勝野球大会が開催されるようになった。また工業化の波も押し寄せ、地元の反対運動もあったものの1918年には、鈴木商店セー部の工場が創業を開始した。1923年には、爆発性のピクリン酸の搬入をめぐって、村を挙げての反対運動が起こるが、 鈴木商店側が強行するというピクリンさん事件が発生。交渉がつかなかった責任を負って当時の村議、村長が辞任する事態となっている。一方向こう側の反乱は依然として問題であり続けたので回収が計画されることとなった。鳴尾村では現在の本流をハイカーにする計画を立てていたが、これは実現することがなく1920年に 建てられた兵庫県の計画では、枝川と猿川をハイカーにして、その土地を売却して、河川改修事業と阪神国道の付設費用に充てることとした。この話に乗ってきたのが阪神であった。鳴るお球場では、観客がグラウンドになだれ込むほどの超満員となっており、これを代替する大規模な球場が必要だったことや、残りの土地も宅地開発に使えるとの判断で、 川の跡地を購入することとした。こうして1924年に野球場は開業し、この年のえから甲子園大運動場と名付けられた。そして第1回を山本球場で開催した選抜中等学校野球大会も第2回以降は甲子園で開催されることとなった。一方、廃川の影響により沿岸部を中心とした漁業は衰退して宅地化が進んだ。 阪神は枝川跡地の開発を進め、1926年に甲子園線を開業させると、さらに沿線の開発を進めていった。具体的には、1925年に甲子園浜海水浴場、1926年にテニスコート、1928年には甲子園娯楽場というように、甲子園エリアを一大娯楽施設としていった。 イチゴ農家でもイチゴ狩りを行うなどこの動きに加わっていった。また、阪神でも宅地開発が行われたが、周囲がさらに宅地として開発されていく中で、高地整理の制度を借りた、土地区画整理事業が行われたが、一度行われた。あとは、鳴尾村が西宮都市計画区域に編入され、街路の整備などは都市計画に沿って行われることとなった。 太平洋戦争が進むにつれ、村内にあった川西航空機の工場は拡張を続け、ナルオ村は企業城下町の様相を呈してきた。また、周囲の娯楽施設の敷地を流用して、ナルオ飛行場も作られた。増加する人口に対応して、1930年にはナルオ人情高等小学校の拡張、1936年には、 鳴尾東尋常小学校、1944年には、鳴尾北国民学校の開設と、戦時中にもかかわらず拡充が続けられた。村内には、中等教育を担う学校が、女学校である、向川高等女学校のみだったため、男子のためにと、戦時中で、資材も不足する中、1943年に、村立で、鳴尾中学校が設立された。 川西航空機という軍需産業があったことから、ナルオ村は空襲の標的となり、特に1945年8月6日の阪神大空襲では徹底的に攻撃され、村は焦土と化して終戦を迎える。終戦を迎えたナルオ村であったが、甲子園球場やナルオ飛行場はアメリカ軍に接収され、さらには9月17日に枕崎台風が来襲し、 大きな被害を受けた。そんな中でも1947年には教育基本法、学校教育法の施行とともに教育委員会を設立。この時点で教育委員会を設けた市町村は全国でも五0足らず、兵庫県の村では唯一であった。ナルオ村教育委員会はナルオ高校の県立医官などに尽力したが、全国初となる教育委員会を持つ、 自治体同士の合併で、西宮市教育委員会に合流した。また、復興の財源とするため、鳴ルオ経林場を1949年に開設し、また甲子園球場など、各種の娯楽施設に入場税を課すことで、復興の財源としていった。戦前には、向川対岸の王将村と合併して、向川市となる構想もあったが、王将村は、戦時中に、 天ヶ崎市への合併を選択し、復興が進む中でナルオ村は、単独姿勢を構想していくようになる。だが、そんなナルオ村をいくつもの危機が襲った。まず、シャウプ韓国により、入場税が国税へと移管され、歳入が大きく減少してしまった。さらに、1950年に、JN 台風が襲来、村は復興のため多大な歳出を必要とするようになる。 その直後には、経林市に残る汚点となったナルオ事件が発生。全国的に、半経林の動きが起こるまでになってしまった。こうして、単独姿勢は愚か、合併なしでは、村の財政が立ち行かなくなる事態となり、周囲の市と合併することとなった。相手先として、西宮市か、天ヶ崎市かを選ぶ、住民投票が行われ、住民の多数は、西宮を選択した。 そして1951年4月1日、ナルオ村は西宮市と合併してその歴史を閉じた。ちょうどこの年の春の甲子園にナルオ高校が出場。決勝戦まで進み、優勝こそ逃したもののナルオ村の最後を飾る形となった。古朝生時代、編集辰馬犯罪門高敷上門高須和一郎、尊ろ孫生時代、編集。 高須和一郎丘の熊平井上平蔵浜、一郎助、久し一万直行辰馬藩江門九万青雪、井上昇辰馬藩江門樋口一江門松本源氏、井上虎造農業、大日本特農家名館によれば、鳴尾村の特農家は、井上平蔵、大石明、辰馬修造、鎌田米吉、橋爪勝政、井上菅江門、中田九平、金沢正吉、 けつじかづくり、井上松尾、石橋一十郎などである、商工業企業、ありがとうございます。